算に標的だぜ赤目ちゃん。葬る。いいか、あの刀に触れるなよ。こうなったらやるしかねえ。強敵ではない。葬る。待ちやがれ。切る必要はない。でもこの子を切るつもりなんだろう。うん、うん、邪魔すると切るが。だからって逃げられるか。そうか、では葬る。やべ、油断して近づいても来ねえのかよ。手応えが人体ではなかった。村の連中が守ってくれたのさ。狙いは甲賀マグロ。ここはそのポイントだ。それって確か警戒心の強いレアな怪魚じゃ。もう川底に潜り気配を察知し、獲物が通りかかった瞬間に襲う。思い切りの良さが重要だ。トイレでスッキリしたことだし、また行かせてもらおうかの。ああ、行かせてやろう、ガマル。美女二人がかりだ、幸せ者め。手配者に会った顔だ。やはりナイトレイドのアジトはこの近くのようだ。可愛い女じゃないか。やった後も楽しめそうだ。あまり体に傷をつけるな。早すぎ。くそ、せめて相打ちに。傷口から中毒。それがあのテイグの能力だが、心が見えても動きに対応できなければ意味がない。速度だけではない、腕力もあるな。はえ、あれがテイグ使い同士の戦闘。無心になったか。すごいな。だがこのスペクテッドには未来史がある。見える。赤目が攻撃を食らうなんて。見えているのは幻だ。騙されるんだ。無駄だ。一人にしか効かぬが催眠効果は絶大。そしてどんな手だれのものであろうと、最愛のものを手にかけることなど不可能。未来の動きが見える俺が有利。即座に殺す気。葬る。確かに人の死は数多く経験してきた。だが大切な仲間がいなくなった。こんな苦しみグラの仕事をしているんだ。こういう切り替えができなくてどうする。それを冷静だと。赤目、留守を頼むぞ。作戦はみんな頑張れだ。だいたいわかった。おい、アバウトだな。これできっちり役割こなすから問題ないって。剣士、くそ、なんつうタイミングで。
仮面。辰巳、大丈夫か？どうしてここへ？みんなそれぞれ行ける範囲で見張ってたんだ。あれ？何度だって助けるさ、仲間だからな。おかえり辰巳。あ、ただいま。イエーガーズ一人一人の力は俺たちと互角だと思う。ただエスです、あの人は別格だった。生きていること、心臓があるということだ。ならば私が斬る。たとえ帝国最強であろうとも。さすがだぜ。うわあ、おのれ、横槍とは無粋な。そこなら歯も通りそうだ。行け赤目。ホームル、なぜ私がこんな不幸な目に。ごちそうだな、スーさん。スーさんの作る食事は美味しいな。修行の疲れが吹っ飛ぶ。ありがとう、スーさん。